ブラドフ・ィラトは、モルドバの政治家。2009年から2013年まで、同国首相を務めた。モルダビア・ソビエット社会主義共和国ラプシュナで、マリアとバシーレフィラトの第二子として生まれる。兄弟のイオン、アラ、バレンティーナと共に、ラプシュナのタルチョツと呼ばれる地区で育つ。1986年、地元の高校を卒業。同校のラジオ局に勤め。 翌年兵役に着いた。兵役は1987年5月8日から1989年8月15日に、および、シンヘローポリとセバストーポリで勤務した。1989年から翌年に、キシニョフの職業高校で学び、さらに1990年から1994年まで、ヤシ大学で法学を学んだ。大学在学中は、ルーマニアにおける、 モルドバ人学生組織、ルーマニアのベッサラビア出身学生連盟のリーダーになった。同級生には彼の内閣で司法省を務めたアレクサンドル・タナセがいる。妻のサンダとは1991年秋に出会い、わずか3ヶ月で結婚した。1994年から1998年にかけてルーマニアで幅広い事業を起こし、展開した。 1994年から1997年まで、ヤシのロモルドトレーディング SRL 理事長を、1997年から1998年まで、同じくヤシのドソフ足低社経営会議議長を歴任した。1997年の設立から2007年まで、フィラトはモルドバ民主党に所属した。1998年にモルドバに帰国すると、 当時のモルドバ政府の経済、改革省から民営化、国有財産管理局の局長に抜擢された。1999年3月12日から11月12日まで民主主義、改革同盟のイオンスチュルザ内閣で閣僚を務めた。2000年には民主党副代表に選ばれた。2005年の国会議員選挙でフィラトは国会議員に当選した。 それから2009年3月まで、彼は安全保障、公共秩序、防衛委員会副委員長を務めた。また EU モルドバ国会協力委員会委員でも、あった。2007年には、岸ニョフ市長選に出馬するも、得票率は8.32%で4位に終わった。その直後の2007年9月、彼は10年間所属した、民主党を離党、新しく、 モルドバ自由民主党を立ち上げ、その代表になった。自由民主党は2009年4月の議会選で15議席、さらに同年7月の議会選で18議席を獲得し、国内で第2党、欧州統合同盟内では第1党にまで躍進した。選挙後の2009年8月8日、フィラトはミハイ・ギンプやマリアン・ルップ、セラフィム・ウレケアンと共に、 欧州統合同盟を結成した。2009年9月17日、モルドバ憲法裁判所は、首相指名権を持つミハイ銀プ大統領代行の辞任を承認した。同日、銀プは、フィラトを首相に指名する布告に署名した。国会は、組閣を許可した。草案では、大臣数を据え置く一方で、その職名や職償が変更されていた。 欧州統合同盟は9月25日の全体会議でフィラト新内閣の新任投票を行った。2013年3月8日、国会はフィラト首相に提出された問責決議案を可決し、解任した。憲法裁判所は4月22日、フィラト以外で暫定首相を立てるように命じ、4月25日にユリエ・レアンカが着任した。 離婚歴のある人物として知られている。最初の妻は心理学者のサンダ・フィラトで、サンダとはルカとユースティーナの事情を設けたが、2012年8月に離婚している。その2年後の2014年には、ジャーナリストのアンジェラ・ゴンザと再婚している。ありがとうございます。